私はセントジャーメインです。私はこの時あなた方と一緒にいるためにここに来ました。今この瞬間は進化し変化し続け、次の瞬間さらにその次の瞬間をもたらします。そしてそれは決して終わることのない継続的なプロセスなのです。あなたが参加しているこのプロセス、つまりこのアセンションのプロセスには決して終わりがありません。そうです、あなたはアセンションします。このアセンションプロセスを経てアセンションする地点に到達することができます。ですが、何のためにアセンションするのでしょうか？あなたは次の次元にアセンションしますよね？ですが、その先には別の次元があり、さらに別の次元があり、さらにまた別の次元があります。それは絶え間ない旅で、決して終わることはありません。あなたが再び神のもとへ、つまり源のもとへと到達し、自分がその神の源であることを完全に、そして完璧に理解するまで、決して終わりはありません。しかし、今は物事をそのまま幻想の中で見るのではなく、あなたが望むように、あなたが想像したいように見てください。カバール、つまり闇の勢力は、自分たちのロープの終わりに来ているということを知っています。彼らは、これから起こることを止めることはできません。ですが、彼らは、今後も試行錯誤を続けることでしょう。自分たちの計画の次の一手を繰り出してくるでしょう。しかし、彼らの計画の次の一手は、彼らが行き着く最後の一手となり、おそらくそれは彼らの最後のあがきとなるでしょう。まるで彼らの船が出航したかのように、彼らはこのより高い周波数の振動を維持することができないため、その船は出航とともに破壊されることになるでしょう。あなた方自身は自分の波動を高めているので、その高い周波数の中に自分を維持することができます。対照的に闇の勢力の者たちは自分の中で波動を下げ続け、恐怖や怒り、そしてあらゆる絶望の中で人々の波動を下げ続けようとしています。彼らは全ての人を抑えつけようとしているのです。しかし、彼らはその支配力を失いつつあります。そして、ますます多くの人々がそのコントロールから手を引いています。彼らは手を伸ばし、あなたを引き止めようとし、抑え込もうとしますが、集団としてあなた方はどんどん離れていっています。人類の集合意識は今、彼らの掴んだ手からどんどん離れていっているのです。ですから、そのように考えてください。そのことを分かっていてください。これは、誰もが今経験していることを軸に、人生がどんどん進化していく中で起こっていることであり、これからも起こり続けることなのです。そして、そう。確かに、これは、あなた方が言うように、映画や長編のテレビドラマであると考えてください。終わりのない長編シリーズです。しかし、いずれは、結末にたどり着きます。ただ、今は、終わりがないように見えるだけです。ですが、いずれは終わりを迎え、そして新たな始まりがやってきます。新しい始まりがです。ある意味で、あなたは新しい映画を想像するのです。あなたが望むショーを作るのです。愛、生命、笑い、
そして喜びのある作品を作るのです。恐怖、怒り、絶望が全くない作品をです。これらはもう古い時代のものです。それはあなたがコンフォートゾーンで快適に過ごしていた頃に持っていたものです。しかし、あなたは、もはやその中で快適ではありません。あなたは、そのコンフォートゾーンを出て、今、自分自身のために、新しいコンフォートゾーンを作っているのです。人類は、快適さを求めていますか？ええ、もちろんそうです。しかし、人類は、自分の人生に起きる変化を受け入れ、それを許す必要があるということも知っておかなければなりません。そして、私の友人たちよ、その変化は今、あなた方の目の前に迫っています。それは、これまで何度も語られてきた、そのクライマックスに到達するポイントに差し掛かっているということです。クライマックス、エンディングとでも言いましょうか。映画の終わり、あるいは長編ドラマシリーズの終わりとでも言いましょうか。今、その瞬間が近づいているのです。そして、あなた方は今、このプロセスの中にいます。そして、あなた方全員が、どんな形であれ、真実を伝えるものとして、この時点において、必要とされているのです。私たちは、真実を伝えることについて、話し続けていますが、それこそが、あなた方が、ここに来た目的なのです。あなた方全員が、そのためにここにやってきたのです。まず、自分の内側で真実を見つけ、自分が誰であるかを思い出し、そして耳を傾けようとする人なら誰にでもできる限り真実を広めることです。そして、もし彼らが耳を傾けないのであれば、次の場所へ行けばいいのです。この時点では、許し、手放し、先に進むことがとても重要です。それは、あなたが継続しなければならないことです。自分自身を許し、他人があなたにしたことを許し、そしてそれを忘れてください。その過去は手放すのです。過去は手放し、統合してください。そして、あなたが今この瞬間、すべての瞬間に、前を向いて進んでいるその地点まで、あなたはその過去と共に歩んでいかなければならないのです。そして、それが出てきたとき、あなたはそれを手放すのです。そして、前に進むのです。あなたの映画、テレビドラマ、あるいは小説の中の次の章へと、あなたはそれをどう見ようとも、統合して、手放して、次に進むことができます。ですが、それは今、あなたの創造物であり、あなたをその映画の中に拘束しようとする闇の勢力の創造物ではありません。もう、そうではなく、あなたは今、自分の人生を創造しているのです。私はセントジャーメインです。そして、私は今、平和と愛とワンネスの中で、あなたを後にします。そして、あなたが古いプログラミングを手放し、今この瞬間にあなたの中で動いている、新しいプログラミングを受け入れ続けることができますように。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンでの応援、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。